おざすティシスです。さて今回はねこちらのカレイドスコープが華麗にアップグレードしたということで、まあ、やっていきましょう。はい、拍手。はい、やっていきます。でさっき一応ね AI 戦で、まあ、なんかぐるっと回ってみたんですけど、どうなんだろうね。まあやってみなきゃ分かんないけど、あれって感じはした、正直。まあ、マップの中にはねいろんな遮蔽物があって、まあ、すごい戦いやすそうではあるんだけど、なんかな、その BF ってさ、基本的にブレイクスルーでもコンクエでもさ、取ってる拠点に対して取られてる、まあ、拠点の方の陣営の敵がその拠点に対してアタックするっていうゲーム性になるからさ、どちらかというと道中への遮蔽物の方が大切だと思うんだよね。現状その拠点の中しか遮蔽物がないっていうか、まあ、変わってないから、まあ、多少は変わってるところもあるんだけど、まあ、どうかなっていう。まあこの B1 とかね結構、まあ、コンテナとかあっていろいろね面白そうなんだけど、うん、まあこんな感じに。あの2042のマップの何がクソかっていうと、拠点間の車線管理がすげえしづらいの。車線通りまくってて、そこを改善しないとなっていう感じはあるけど、まあどうなんかね。さあこの D1 ぐらいで接敵したっけ、どうだっけ。まあ頑張りましょう。はい、 あそこに土のうとか置かれてるね、ちゃんと。はあはあ、なるほどね。まあ、ちゃんと立ち回りやすくはなってるということで、まあ、それはいいんだけど、どうぞダブルどうぞ、あかん、ちょっと待ってよ。どうなんかな、この D1 とかも正直3階だ4階建てじゃないよね、3階建てだよね。ここもね正直だるいから、それがもうなんか2階建てぐらいでいいんだけど、ね、個人的には。はい、さああとは来てるね。はい、あそこはなんかマップ回収とあんまり関係ないところだとは思うんだけど、ちょっと待てよ。はい、一旦逃げてで様子見よう。で冒頭から言ってる車線の通りの話なんですけど、なんて言ったらいいかな、 BF5 の浜田あるでしょ、あそこってね、まあクソマップはクソマップだけど、あの拠点7つあるじゃないですか、浜田 ABCD とあとEFG かな。はい、でここのマップあの谷で仕切られてるじゃないですか、クソでかい谷で、うん、あの谷何だったのかな、まあまあいいや。愚痴は置いといて、はい、あそこの谷がない、その ABCD と EFG の各所の戦闘自体はそんな悪くないんですよ。あの谷が関わった瞬間一気にクソマップになる、うん、何がダメかって、あの E その4つの拠点 ABCD と谷を挟んで EFG、うん、ここを挟んで その前線の張り合い、それは良くない。どうぞ下から来るのは飛んでケツが取れるから、あとは味方がやってくれたね。まあ、とにかく話戻すと、その前線の張り合いがだるすぎるんですよね。あれ、あの走ってその谷くぐって取りに行こうと思っても、なんかこうめちゃめちゃ車線通ってて、戦車がガン見してて SR が、ま、なんかずっと見ててっていう感じで、ただただだるいだけじゃないですか、うん。まあ、正直戦闘機1機犠牲にすれば割と簡単なんだけど、なんかそれもあれだなって感じだし、うん、だからまあ車線の通りっていうのはすごい大切だと思うんですね。まあ俺マップ作ったことないから素人考えで申し訳ないんだけど、はい、まあ、とにかくよ、まあ、こんな感じでいろんなところから撃たれたらカバーできないんで、うん、まあちょっとさっきのカバーできたかな。俺のちょっとクリアリング不足だった気がするけど、さっきのは、うん、ただまあ全体的な話をすると、うん、なんかちょっと現状ね2042のマップ全てにおいてクリアリングはしづらいっていう状況だから、そこを直してほしいね。この A1 周りものはなんかな。まあ、よくはなってんだけど、その A1 があって、でそのなんか向こう側に C1 があるってことは A1C1 で勝ち合うことになるってわけじゃん、うん、だからその間に遮蔽物が欲しいわけよ。ただ第3その A1 の反対側に遮蔽物を置いてるわけだね。まあ、ブレスルはそれでもよくはないか、別に あそこをブレスルでもそんなあそこ自体が激戦区にはならねえから、ね、うん、どっちかっつうとその側面だからね、バコバコやり合わなきゃならないところは。だからまあそのどこが前線になるか、どこでその打ち合いになるか、
守るか攻めるかっていうのをちょっとねもうちょっと予想しながら拠点配置すればもっといいマップにねなっていくと思うんで、はい、まあ、そこは期待しておりますが、ああ何だったんだ今のスポットは、まあまあいいや気になるけど、うん、ここ見れば分かるね、もういろんなところ見えるっしょ、ね、弾届くかどうか置いといて、うん、でも車線が通り過ぎてるからもう1個分台2個分台で撃ってればもう多分いずれ死ぬと思うんだよ。でそういう状況が重なると、まあ、ストレスになって、まあストレスは後から来るか、ストレスっていうのは、まあ、その撃たれてダメージ受けてで最悪死んじゃって、でそれがダメージが、まあ、心理的な、ね、ダメージストレスになっていくということが、ね、あるんで、まあ、もうちょっと車線管理っていうのを意識させてくれればもっといいマップになっていくかもしれませんね。こちらのカレイドスコープ、現状あんまり変わってない気がする、根本的なところでは、はい、気づいてない、あのアイリッシュさん気づいてらっしゃらない、なるほど、じゃあおケツからこちらのロシアンライフルぶち込まさせていただきます。あれおケ当たった、はい、でカレーを蘇生しようか、あエンジェルさんやる蘇生どうぞ。さあ蘇生してもらって、でこなんか味方が立て壊してるだけだ、オッケー。でまあこの車線の話なんだけど、こういうとこも顕著だよね、あの敵多分ね C1 で湧いたんだと思うんだけど、何も遮蔽物がないから俺にめちゃくちゃ撃たれてるね、はい、湧いた瞬間何もできない、まあこういうことはちょっとなくすべきかな、まあ、どういう状況でリスポーンしても、いやまあ128人だからさ、もう全てが全てもうそういうのを管理しろっていうのは、まあ、無理な話よ。ただし、まあ、できればそういう、まあ、理不尽なことは潰してあげていった方がいいかもしれない、うん、別に俺も温情で生かしたりしないから、敵見つけたら撃つからね温情で生かした敵が俺に対して反応しなくなるんだったらそれでもいいけど、そういうわけでもないじゃん、だったらじゃあもうしばくしかない、見えたら敵が、うん、っていう風にね、まあ、そこら辺のなんか理不尽って感じるような要素は運営さん側でね潰してってもらえれば俺は万々歳かなっていう感じではございますが、はい、というわけでまあ C1 は借り切ったんで C1 の、拠点内取ろうか、はい、で、うん、まあこういうところも顕著だよね、車線管理、俺のいるところとか敵気づくわけねえじゃん、うん、階段見なくちゃならない、反対側も見なくちゃならない、もうワンチャンケツも見なくちゃならない、でそんなのね階段上とか見てる暇なんかないっすよ、はい、だからまあちょっとな車線が通り過ぎてるね、結論から言うとまだまだ、はい、でどうぞ多くねクロスサワーなんかあるの、そういうウィークリーミッション、うん、この B1 もそうだよな、やっぱ周りに置くべきだよな、 B1 の中はあの遮蔽物でいっぱいなんだけどさ、結局まあ取ってる拠点に対してまあ敵なり味方が、まあ、攻めたり守ったりするわけじゃん、もう結局すげえ硬い拠点になっただけだぜこれB1 入れたら面白いでしょ、混戦状態になってね、ただその混戦状態になるまでにその道中あの走り抜けていかなきゃならないでしょ、うん、でそこがほらもう何もねえもん、ここ何もねえんだよ、はい、まあ、人数で押せばそれは何とかなるけど、もうそれ味方次第じゃんって話じゃん、まあここら辺もねなんか川の水が減って機動力はアップしたからね、うん、まあ次のカバーまでちょっと遠いけどね、次のカバーまでのその移動が楽になったからだいぶマシにはなってる、マシにはなってるから、まあこの調子でもうちょい回収をね続けていってくれれば問題なし、はい、でめっちゃ渡ってきてるね、うん、う丸見え、車線通りまくり打ち放題、クソやむすぎじゃない俺、めっちゃチャンスやったんやけど終わったか、現状1回やったらお腹いっぱいだなこのパレスコもアルサンダン以下、あ、以上か、さすがに以上で、浜田以下って感じ、 BF5 に例えたら、まあ、第3頑張ってください、でご視聴ありがとうございました、次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。